皆様、本日はものづくり匠の技の祭典2021オンラインイベントをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより東京都瓦葺き技能推進協議会によります伝統的な日本建築の美一文字軒瓦の施工を実施いたします。本ステージでは瓦葺き技能士1級東京都ものづくりマスターたちが高度な技能を要する伝統的な一文字軒瓦施工の実演を披露。卓越したスキルで不揃いに並んだ軒先の瓦をピタリと収める瓦葺きの匠の技をぜひご覧ください。実演いただくのは瓦葺き一級技能士東京都ものづくりマイスターである鈴木正義さんと深井忠一さんのお二人です。ステージの感想やご意見は祭典公式 Facebook、Twitter、Instagram のダイレクトメッセージにてお寄せいただければと思います。そして東京都瓦葺き技能推進協議会の皆様からプレゼントがございます。こちら淡路瓦コースターを抽選で10名様に差し上げます。ステージ後半にプレゼント応募のキーワードを発表いたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。さあ早速東京都瓦葺き技能推進協議会の皆様にご登場いただきましょう。ようこそお越しくださいました。瓦葺きの匠の皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてここからの進行は渡辺茂之さんにお願いしたいと思いますが、まずは視聴者の皆様に一言ご挨拶とステージの見どころをお願いいたします。視聴者の皆様こんにちは。東京都瓦葺き技能推進協議会です。で今日施工する瓦は約1400年の歴史のある雨風をしのぐ屋根材です。一文字軒瓦の加工及び施工方法をご覧いただいていければと思っております。一文字軒瓦とは建物の先端につける軒瓦の一種で、施工の技術が必要となる瓦です。一級技能士でもありものづくりであるものづくりマイスターである2人の匠の技をじっくりご視聴ください。よろしくお願いします。はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。さあそしてここで強力な進行アシスタントをご紹介いたしましょう。吉井正夫さんと木下大活躍さんからなるお笑いコンビ、バラエティ番組、映画、ドラマ、舞台など幅広いジャンルで活躍中のこちらの方々、木下吉井のお二人です。どうぞ。どうもどうも、よろしくお願いいたします。木下吉井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回は瓦葺きの匠のステージということなんですが、はい、お二人どうですか、瓦葺きってなかなか目にする機会ってありますか？見たことないですね。想像もちょっとつかないです。そうですよね、はいはい、今回はもう間近でねちょっと説明をいただきながら、はい、ご覧いただけるということですので、はい、ぜひ視聴者の皆様と一緒に瓦葺きの匠の技の魅力に迫っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは瓦葺きの匠の技をじっくりとご覧ください。はい、それじゃあお二人段取りを始めてください。はい、あれ近く寄って、はい、それでは実演の流れをこれから説明いたします。お願いします。一般的に使われる軒瓦というのは、はい、まんじゅう軒瓦といいまして、はい、まんじゅう軒瓦、はいはい、先端が丸くできてます、はいはいはい、それを重ねていくだけなので、はいはい、小口とかは別に気にしないで瓦の寸法に合わせて並べていけばいい軒瓦ですけれども、はいはい、今日お見せするのは匠の技は一文字瓦と言います。はい、何が違うんですか？一文字、はい、こうこうですけれども、はいはい、まずは並べてみます。はい、施工する前、加工する前ですけれども、はい、こちらから回ってみていただけますでしょうか。はい、
こことかがまだすり合わせてないので、はい、これを隙間なくぴっちり合わせます。で、瓦の3ならいいですか、3瓦をこの上に何枚も並べていって、うん、これの上から雨が流れてきて、それの先端の瓦の沖側です。で、これを加工して、はい、あとこれもこの寸法に合わせて切ります。実演で、実演でこれから前さんの続きがありますけれども、それをして一文字の木瓦ということなので、ここの下場もまっすぐに最終的にはなります。この木の面に沿ってもまっすぐになるようになっていくと思います。すげー。これを実践します。痛い。で、その合わせたのを最終的には実際は屋根、建物の屋根の先端につきますので、はい、空中に浮いておりますので、それをつけて約20枚ぐらい最終的にはつけて、美しく綺麗にすり合わせて、下場もまっすぐになった一文字の木瓦を見ていただければと思っております。フルコースだ。ありがとうございます。こんな30分でいけるんですか、そんな。はい、各々作業してますから。まずはそれではこれが、これが、はい、寸法に合わせてこれこちらで、あ、こっち、あ、じゃあこっち見ましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、鈴木です。鈴木さん、鈴木さん、お願いします。鈴木さん、ご趣味は？あ、釣りとサーフィン。サーフィンやられてるんですね。あのマイクないので、あのほんまにボソボソ喋ってるだけになって、僕が拾います。マイクあります。あ、マイクありました。あ、大丈夫ですか。緊張して声がちっちゃいんじゃないですか。緊張しては。で、先ほど言ったようにここに合わせる瓦のためにはもうこちらも加工はしてますけれども、はい、それに合わせてこちらのスズメ口という、はい、スズメがここの小口から入りやすいので、はい、実際の屋根の時はそこのスズメが入らない小口は止めますけれども。通称私たち業界ではスズメ口と言います。それのすり合わせをこれから加工していきます。これ簡単に削れるもんなんですか。あ、今はこれ印をつけて、印をつけてそれに合わせて、はい、綺麗になれ綺麗になれと、これから高値というもので、あ、ここにあるわ、綺麗になれ綺麗になれとこう願いながらやるわけですね。そうです、一枚一枚思いも、うん、これが高値というんですけれども、はい、こっち側で、あ、で、コン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 切っていきます。印がついたので、これから多分切っていくと思います。加工していきますので、見てください。鈴木さん、お願いします。汚れちゃうんで、はい、汚れちゃう。ちょっと、で、緊張して一発目でパリって割っちゃったら、割っちゃったり、傷つけたり、跳ねたりする可能性がありますけど、これも匠ですから。匠ですから大丈夫です。やっぱ鈴木さんの左耳のピアスを見るとやっぱサーフィンしてるなと思いますね。ピアス、いいなよ、ピアス。これいけます？細かい作業ですね。そうです。地味な仕事ですけど、これを手間暇かけてまっすぐにしていきます。隙間もなくつけていきます。こういう作業ってずっと見ちゃいますね。はい、あ、綺麗。だって削ってる部分とほんまミリ単位ですもんね、これ。そうです。そうですよね。はい、あと焼き物ですので、はい、みんな同じようにはできてません。そうですよね。一枚一枚やっぱりねじれがありますので、それを見ながら丹念に合わせていきますので。細かい作業ですね。たくみやから。ね、こんな注目しても狂わないですけども、はい、新米がやったらもうやってみますか。ボロボロです。いや、やらせていただいていいですか。よし、多分やらない方がいいと思う。やりますか。ちょっと用意してもらえますかね。あ、それは瓦割りの方の瓦じゃないのって。仕上がってますか。仕上がっていうか、まずは微調整で、はい、これでも結構もうビタじゃないですか。わあ、綺麗な。ざっとはまってる感じ。どうでしょう。それがまだちょっと隙間があると気になるので。あの隙間でもダメですか。はい。これからまだ印をつけてやります。ほら。あ、また微調整に入るわけですね。これってその
もう昔からこのやり方でやってるんです、ね、そうです昔からそうですね。あ、そうなんですね。この一文字の木柄が出てからは皆さんこうやって高値と原のもう自分の、じゃあお城作ってさ500〜600年ぐらい前のお城とかもこういう作業をずっと、この一文字瓦とまたお寺で使ってる瓦とはまた違います。また違うんですか。はい、これは日本瓦って和型といいまして、はい、日本は雨風が多い風土なので、はい、それに合った雨漏りのしにくい瓦にどん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 改良されて今の日本瓦になっております。細かい作業で、まあ、何気なく見てますけど、はい、そうです。まだかよって思うかもしれませんけど、これもまだまだです。まだまだ、はい、これどの家もこの作業は絶対あるってことですもんね。この一文字瓦を使えばそういうのに皆さん瓦吹き芝居やっております。これから瓦見たら鈴木さんのこと思い出しちゃいます。鈴木さんのあの作業が顔が思い浮かびますね、はい、うん、顔とあの左耳のピアス、ピアスええわ。職人さんがピアスしてるイメージあんまないから見ちゃうけど、うん、あ、まだですか。あ、まだダメね、気に入らないんですよ。これが匠の気に入らないんですよ。これはでも自分の家でこんだけやってもらったら嬉しいですね。いや、確かに、です。こういう地道な加工を、うん、お客さんもしかしたらしてることを気がつかないで屋根に乗っかっちゃってるかもしれない。そう、知らないと思います。だからこれ見てた方とかはすごい熱くなるんじゃないですか。そうですね、家を見た時もし家で使われて一文字瓦でしたら皆さんこのように加工をした準備はして、うん、それで屋根の上に乗せております。でこんだけ時間かけるんだ。いいな。見ちゃうでしょうけれども。見ちゃいますね。はい、おある程度気に入った。で最後に砥石というので磨きます。あ、断面がちょっと荒くなってるのを綺麗にそれで研ぎ澄まさせて。研いでいって研いでいって。きれいにしていくわけですね。はい、こんなすごい頑張って作った瓦を空手家の方々がこう割るのってどういう気持ちなんですか。また違う瓦ですけど割ってみますちょっと。これを割るわけじゃないでしょ。こんなこのカンカンやったやつを割るわけじゃないですもんね。はい、でこの後その今度はまた次に重なるために寸法瓦の大きさを調べて気をつけて割っていきます。あ、割っていくっていうか加工していきます。削ったやつに合わせたやつをまた次に乗せていきます。でまた次にっていう、はい、それの繰り返しです。完全オーダーメイドでやってるんですね。そうですね。じゃあ1個なんかちょっとずれていくと、はい、ずっとそれが連続してちょっとずつちょっとずつずれていくっていう感じなんですか。そうです。なので今ここで合わせてまっすぐにしとくのが重要な下準備でありますっていうのを続けてますので、そうしたら今度後ろで何かやってるのがいますので、ちょっとそちらの方も見ていただければ。すみません、ちょっとこっちに行かせていただきます。はい、あの実際の屋根の場合、建物の上にこの先の一文字瓦みたいに乗せるわけではなく、雨が上から流れてきたらこのはいはいはい、濃いこれで水を受けます、はい、なのでこの下場が分からなくなってしまうかもしれませんけれども、はい、これになります、はい、それでいて加工したのを今並べておりますが、それをまっすぐにするための基準にこの糸などを張っております。なるほど。で切ったのをそのまま乗せていくと何もしないで乗っけて何枚か、すいません、何枚か、はい、すげえすげえすげえ、めっちゃ綺麗に揃ってる。これはうわすげえ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 、はい、でこう言ってある程度合わせてますけれども多少やっぱり、あ、そうですね、そうなんですね、ずれていきますので、それをまた見えない一作業を屋根の上でしております。それがこういうくさびとかを使いまして、はい、これお手製です。
あ、自分で作ります。このドアストッパーみたいなのを、そう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 、ドアストッパーいいですね。一回入れてこうやって調整するんですね。入れて、うん、入れて高さを合わせて、下歯がまっすぐになってるかどうか、それとあとここの先ほど言ったこの3点がちゃんとくっついてるかを見て微調整をしてビスで止めていくという。これはその高いところでやってるってことですね。そうです、屋根のところです。そうですよね。いつもは屋根の上でやってますけども、今日は見せるために下でやってます。っていうことで、ほんまは高いところでやってるっていう。怖、はい。で、これをつけたら上に何枚も何枚も先ほど言いましたサンガーラを乗せていって屋根が仕上がっていくということになります。うわー、すげえ。先ほどのくさびも微調整でまっすぐに。だからあとはこの糸もが基準になりますので、これが曲がってたりしたらそれなりにつけていっちゃうと最後あれ曲がってるなっていうことがありますので、この糸もめちゃくちゃ重要なんですね。重要なことなんです。今これを押さえてて何かおかしいなと思ったらそれに対して微調整をしていっております。深井さん、何か気になるっていうか見てもらいたいことありますか？糸が合わない。ちょっとここポイントですよ。そうですね、匠のここポイントっていうのをね、はい、あ、なんか覗いてますけど。覗いてますね。わからないですか？わかんないです。どういうことですか？はい、匠はちゃんとこういうパッキンとか用意をしといて、はい、微調整でこうやって入れておくんです、はい、こうやって入れてこの高さ角度を合わせて、やっぱり基本ああいう風に相場台って台の上で刻んでるんですけど、はい、実際の屋根に持っていくと屋根もねじれてたりするんで、はい、現場によって変わる分、そうですね、処置ができるような道具あるんですか？あります。へえ。だから一応バタバタ上がってた不正がしましたけど、一応こういう風なの用意をして、はい、上がってからうわドアストッパーみたいなやつ持ってくの忘れたっつって降りることとかもあるんですか？あります。あで自分で作り直します。作り直す、作り直す、すげえ。これ僕ら全く知らなかったっすけど、はい、もうバンって屋根っていうのをこう並べていってるだけだと思ってました、正直。そうなんです、削っていってるんですね、一回一個。はい、この一文字の木瓦をつけてるお宅は結構こういう目に見えない加工費とかが かさばりますので、工事単価も高くなっておきます。金額は言いませんけれどもかかります。手間暇はかかっております。一番かかる材料です。まあまあ、まあまあ、そう想像しましょう、はい、お値段はね、はい、いいお家、うん、あるお家ではこれがあるで、一般的によく見える先ほど最初にありました饅頭の木瓦としたらこの小口がないんで、はい、パパパパパってある程度つけられてしまうという。これってこの赤い屋根の家とか青い屋根の家とかあるじゃないですか、はい、これだけじゃないじゃないですか、はい、こっから塗るんじゃなくて塗ったものをこう並べていってるんです。そういうのがあります。あるかな、今日持ってきてる、ないんじゃないですか。どうなんだ、 あるわー、すごい、あるよって。あったわ、すごいすごい、もう塗られてるやつ。青色やシルバーやら茶色やらチョコみたいな色の瓦があります。これはもう既製品で、はい、この色の瓦を使いたいと言っていただければ、はい、その瓦を使用します。え、これもまた同じ作業をするんですか？します。は、軒先の一文字瓦でしたらこういうように加工します。はー、ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ないです。人気の色とかあんのかな、これ。もうあと自分のこの色がいいっていうのがあれば、好みもできる、オーダーも、オーダーもできます。で、この既製品の色よりまたちょっと買いたいって言えばお金を出していただければいろんな色を調整して配合して焼くことができますので、そうなったらやっぱお金がかかる、お金かかります。まあ金額はちょっと言えない、ちょっと言えないですね、金額はね、うん、伏せますけれども、ちょっとかかっちゃうという。すごいな、あの薬がけって釉薬瓦と言いますけど、こちらのいぶし瓦は、いぶし瓦、瓦を調整しているときにいぶしてこの銀色みたいなものになりますけれども、はい、油症の人たちが触ってしまうと指紋だらけになってしまいます。手袋を、なんで深井さんは手袋を汚さないために二重にしてます。二重にしてます。いかに綺麗にお客様に引き渡すか、そういうことも考えております。
で私はパッてやればもうすごい指紋がすぐついてしまいますけど、手汗がついちゃうと。でもやっぱりその高いとこやからわからないけれども、そこはやっぱ匠のこだわりでしょうね。そら、はい、おです、はい、こうやってついちゃうとこ、あほんまや、触ってみてください。あほらほんまや、ほらつかないね、めっちゃ。それ水で洗ってもなかなか落ちないです。油ですけど。え、つかない。え、これ取れないですか。なかなか取れないです。どうやって取るんですか。もうこのままです。お客さんが許してくれれば。え、許してくれなければ取り替える。許してくれこれ大丈夫なんですか。僕は触ってますけど、これこれ記念に取っときますんで、後でサインお願いいたします。後ろに、いや、なんぼでもやりますけど。で、それでオークションじゃないですけど、もうこれはだからもうこれ商品としてはもう無理なんですね。そうですね、はい。そう、そういうように気を使って、さっきも深井さんみたいに二重に手袋をしてたり、指紋をつけないようにしております。だって手汗なんか絶対かくでしょ、こんな手作業やから、はい、私なんて今もう熱くてもう汗だけです。それに比べればさっきみたいなこの振りがけだったら、はいはい、なんぼやすりを塗っても別に、あ、これやったら拭いて取れるんですね。なんで、ただ雨が降ったりしたら濡れたらもう滑りやすいので、雨の日は作業ができなくなってしまう。おー、なるほど。登ったりはできません。なるほど、天気も重要なんですね。天気ですね。え、これ指紋を取る、はい、なんかそういう薬というか薬品、薬品とかっていうのはないんですか。ないんですね。そこ進化してないんですか。スプレーでやるとやっぱり 色が違います。ペンキとか塗っちゃうとまたやっぱり色が違いますので、そうすると全部の瓦、そこに乗ってる使ってる瓦を全部同じように塗らないと均一になりません。うわ、とんでもない作業ですね。そうですっていう話を知らない鈴木が随分進んでおりますので、鈴木さんありがとうございます。黙々と作業を続けてた鈴木さん鈴木さんもやっぱ指紋をつけないように、やっぱ手袋ねやってありますもんね。彼の場合はゴムの手袋で、だから手の方は逆に汗がムラになっているか、ブレてしまっていると思います。その代わり汗とかが出てこないので綺麗に作業ができると思います。はあ、もう削り編がすごいですもん。すごい作業されてる。何か気になったら質問してください。鈴木に、鈴木さんこれすごい綺麗にできてたのに、最後の人叩きでバシャンみたいな、あ、あるんですね。そういう時って自分のこと責めたりするんですか。責めたりするんだよ。いや、匠もやっぱ自分責めたりする、ね。いや、攻め方がちょっと弱かったですけどね。アホやなって思います。だから腕がアホやなって、うん、匠まで行くと、はい、関西の方なんやなっていうのは分かりましたね。はい、すげえ。お、この時間ででも3枚やるっていうのはペース的にはやっぱ匠として早いんですか。どうなんですかね、これ早い方です。あ、ただ放送時間が足りないので、鈴木さん、はい、もうこれでこれを今合わせたのをこちらに載せていただければと思っております。はい、お願いします。これだいたい1日中やってもそんな前夜ね無理ですよね。何日もかかりますよね。そうです、何枚も使う建物でしたら1日に何枚合わせられるかはそれぞれですけども、それによって何日も何日も。そうっすよね、途中で雨降ったりしますもん、はい、だから僕らはこういう工程をあんま分からないから、なんかこう無理とか言われたりしないんですか。いやそれ絶対無理やろみたいな時間とかって仕上げると急にこれを使いたいからすぐ屋根の上に乗せてくれと言われても、そうっすよね、それは無理です。無理やもんな、そら。これ指紋はダメじゃないですか、はい、汗とかはどうするの。汗も同じです。汗もアウトですか。指紋と同じですから。です。え、そんなもん、じゃあスズメバチ捕まえる時ぐらいの感じじゃないと、もう汗落ちるでしょ。そうです。だからここだって絶対落ちるでしょ。無理です。私は屋根の上に乗りません。じゃあ汗かきはじゃあ向いてないってことですか。そうですね、だからああやってもう汗を落とさないようにするしかない。ああ、なるほど、はい、いやだいぶ難しいですよね。鼻から滴り落ちたりしますもんね、はい、確かに。そうです、うん、汗も無理なんや。はあ、すごいすごいダイナミックに落としてる。音がパチパチやってます。あ、進んでいってる。こっちすごい進んでいってますね、はい、でも時間がないので、まず深井さん何枚つけたいんですか。あと2枚です。深井さんあと2枚。そんなあと3分ぐらいしか時間ないんですけど。マジですか。3分しかないんです。じゃあこれでやめときます。はい、で鈴木さんも作業をやめて、それを合わせて続けてください。これだって本当に
頼まれてるお家をやってるわけじゃないのにこれやりきりたいって思う、はい、匠やな。いや確かにもうだってもう手止める気ないですもんね。なんか時間ないとか言われてんのに止めていいよって言う、うん、確かに確かに、うん、カン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 、そうです、もう今もうガッと集中してもう手が離せないっていう状態なんですね。もうだって鈴木さんに瓦つけてもらいたいってこう見てる人とか思うんじゃないですか。いや確かにそれありがとうございます、うん、よろしくお願いします。はい、杉屋3枚合わせましたので、はい、はい、それを3枚持ってって、はい、それはいいです、片付けは後でしますので。でも綺麗好きなのでついやってしまうんですね。職業病が出ちゃうんですね。私がつけていいんですか。いや最後、うん、その1枚いいですよ、深谷さんつけて、はい、今鈴木が準備してますので。あ、これなんか安った方がつけるべきみたいな。そうですね、あ、なるほど、やっぱりこうやってそういえばここはこういうように合わせたなっていうのが、なるほど、覚えてると思いますので。あ、そんなんもあんねや。へー、すげえ。いやー、ってねじれが、ってねじれが強い。台のねじれが、はい、台のねじれが、はい、あ、ちょっとあの現場の現場の屋根の時が、はい、はい、それ一本でいいですって言ったら失礼だけど、できないんだけど、はい、いいですか。やっぱりこだわりがあるから一本でいいってところ、やっぱり2本、うん、それはいつもはやらなきゃいけないので、ただ時間がないので、はい、お願いします。時間の問題もあります。だって僕たち喋ってる間ノンストップで作業してて、はい、時間がなくなるぐらいやっぱかかるもんですもんね。いや、そうですね、はい、うん、30分でこんだけ仕上げれるんですね。俺はその時間に合わせようと思ってやってだいぶ省いてると思ってます。あ、そうなんですね。もっとだから他の作業もまだあったりするってことですね、はい、そうですね。これは一部ということで、なるほど。うわー、あ、気持ちいいな。うわー、ぴったり、これ気持ちいいな。ぴったり入った、すげえ。僕たちは気持ちいいですけど、あんまり納得いってない感じですね。この微調整これはみたいな感じで、綺麗ですけどね。いや確かに、うん、十分綺麗やけど、その匠は匠なりのこだわりもあるのかな。そうです、うん、はい、終わりました。そうしたら糸を取りましょう、はい、基準になる糸を取ればある程度下場が一直線になり一文字になっていると思いますので、これが一文字の木柄ということであります。うわー、すげー、綺麗、これすごい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 綺麗ですね。まっすぐになっているかと思います。うわー、綺麗ですね、気持ちいい。一文字の木柄、はい、すげー。あ、絶景ですか。絶景です。うわー、すげー、めちゃめちゃ綺麗です。ちょっと俺にも見せろよ。見せるよ。そんな独り占めする気ないから俺。うわ、やっぱすごい綺麗です。めちゃくちゃ綺麗ですよ。うん、でみんなも来て、みんなもスタッフさん離れられへんから。綺麗、スタッフさん無理や。めちゃくちゃ綺麗ですよ、はい、でつけた後も、ま、もし気に入らなければそこまで剥がして、それでまた微調整してやったりしております。えですよね、はい、大変ですね。一応から吹きのあれは終わりました。うわ、ありがとうございました。ありがとうございました。すげー、ありがとうございました。さあ、それではですね、最後に渡辺さん、はい、視聴者の皆様に一言メッセージをいただけますでしょうか。はい、このようにから吹き師が一枚一枚きれいに収めるために、目に見えないところまで手間暇をかけ施工をしております。外出した時に瓦が吹いてあればちょっと見ていただければと思っておりますので、下を見ないで上を見て瓦を見てください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。そして体験していただきました井下義のお二人、いかがでしたでしょうか。いや、本当に職人の技っていうのが見れて、ちょっとすごい興奮しました。
もっと感心しきりといった感じでしたよね、はい、僕も今思いついたんですけど、はい、下を見ないで上を見て生きていきたいなって。素敵な言葉でしたね、はい、僕が思いついたんですけど違うやろ、上を見て生きていきたいなって思いましたね、うん、はい、はい、いやもう本当感動の匠の技を見せていただきました。ありがとうございました。東京都河原吹き技能推進協議会の皆様、そして猪下義井のお二人ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご講談ください。